車大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。7月17日日曜日、いかがお過ごしでしょうか。明日はね、海の日と休みという方もね、多いのかなと思います。いつもとはね、違うこうゆっくりとしたね、日曜日の過ごし方をされている方も多いのかなと思いますが、今週もね、元気にこの1週間の自動車のニュースお伝えしていきたいと思います。まずですね、7月11日に、新型 GTR で、2017年型の GTR がね、7月の27日から全国で一斉販売しますよという、ね、発表がありました。すでにあのモーターショーなんかではね、2017年型の GTR、ワールドプレミアされているので、外見的にはね、知ってる方も多くて全然それから変わってないんですけども、いよいよ発売という、ね、段取りになりまして、ついに来ましたね。今回の GTR はフロントの鼻面といいますかね、前フロントのあのあとほっぺたの部分というか、サイドのバンパーですね、あのところが結構一目でこうデザイン変わってきましたので、今までだとその LED ライトがあるかないかとか、バンパーの形状とかね、ヘッドランプのこうデザインが違ったりし、あのヘッドライトとテールライトのデザインが違ったので、そのあたりで見分けてたんですけども、今回の2017年型は一番見分けがしやすいですね。一目で違いが分かるので、2017年型だってこう走ってたらすぐ分かりますね。なんといってもあの内装がね、変わりましたね。 GTR すごく外観もかっこいいんですけど、内装にやっぱり若干の古さが感じられたんですけど、今回のね、変更ですごく良くなりましたね。シートなんかはこうオプションでね、458イタリアみたいな感じのこう綺麗なシートが選べたり、革が良くなったりね、あのセンターコンソール周りのそのモニターのあたりですとか、エアコンの配置なんかもこう、あの今基調のこう 横広がりタイプな形になってきたので、すごくね、今回の GTR はいいなと思います。あれはちょっと欲しくなりますね。はい、で次のニュースですけども、7月13日にね、ついに来たましたね、新型ミニバンセレナが、なんと自動運転技術のね、プロパイロットっていうのを採用して、発売しますよというお知らせがありましたね。今回このセレナにね、オプションで用意されますこのプロパイロットという自動運転技術なんですけども、こちらあの日本メーカーとして初採用なんですね。その高速道路ですとか、渋滞とか長時間の運転なんかの際にね、ドライバーの負担を軽減しますよという機能として本当に初採用、日本メーカー初採用ということで、今までもね、このなんか自動運転もどきみたいなのいっぱい出てたんですけども、何がね、初採用かというと、カーブでもね、車線の中央を維持するように自動でもステアリングが動きますよと、サポートじゃなくて本当に動くらしくてですね、このあたりね、ステアリングとかアクセルブレーキがね、こう自動化するっていうことで、日本メーカー初ということで、非常に快挙ですよね。でこの5代目となる、もうセレナ5代目になるんですね。なんか8月下旬発売という予定ということで、いよいよね、来月の末には発売になりますよというところになりました。でデザインもね、すごくセレナかっこよくなりましたね。ノアボクシー系だとどうしてもなんかこうケツ上がりなデザインっていうんですかね、ちょっとお尻が上がりすぎちゃってなんかちょっとひどいなっていう時があるんですけど、セレナはそのケツ上がりになってなくてね、すごくいいデザインになりましたよね。あとオーテックもね、新型セレナ、発売するようなので、もうすでに発表してますので、このセレナライダーも出ますので、ミニバン市場ね、これ結構覆るのか、情勢がね、結構覆るかもしれませんね。すごく期待できるセレナになっていますね。続いて、日産続きますけど、7月12日にですね、日産がですね、リオデジャネイロ五輪ですね、に車両ね、公式車両の引き渡しを開始しましたということで、オリンピックもね、いよいよ来月になって始まりますんで、なんかオリンピック盛り上がってんのかなってちょっと思ったりもするんですけど、なんかでこういうところはちゃんと着々とこう準備が進んでいて、日産はなんか4200台ぐらいね、このリオの五輪に公式車両として提供するそうなんですよ。なんかすごいですよね。4200台も車用意して何するのかなと思ったら、こう選手ですとかね、大会関係者の送迎なんかで使われるそうなんですけど、なんていうか全世界の、ね、こう国の人が集まると、それぐらいの車ないと足りないのかなというくらい4200台を提供するらしくて、キックスっていうね、なんていうかな、日本で売られてない形のこう新型クロスオーバーなんですけども、なんだろうな、一番日本で売られてるエクストレイルが近いかな、ね、そんなような形の車がすごくなんか例文出てましたけども、綺麗な、ね、塗装されてて、リオ五輪ですよみたいな、こうちょっとお祭りな感じがしてまして、なかなかいい感じでしたね。このなんかね、キックスっていう車はブラジルとかね、南米市場向けに開発されたらしくてですね、8月5日からブラジル市場でも発売されますよということで、いい宣伝になるんでしょうね、きっと。次のニュースですけども、7月14日こちらにマツダがね、アクセラをこう大幅に改良しまして発売しますよというところで、エンジン増えたんですね。
あの既存のスカイアクティブ のディーゼルね 2.2 リッターじゃなくだけじゃなくてデミオとかね CX3 の中でも採用している 1.5 リッターのねスカイアクティブ D1.5 っていうのもラインナップにま追加しまして、でもこのディーゼル比率ね約5割ぐらい目指していきますよということでアクセラ、モデルチェンジして大幅改良して発売となっております。あとは海外と言いますか外国の車ですけど、7月11日ねポルシェがですね2016年の上半期1から6月のね世界新車販売の、結果発表しています。先日ねあのランボルギーニも上半期あの売上が史上最高ということをお伝えしたんですけども、ポルシェもねなんか、11万7963台ということで前年同期比の 3% 増ということで調子良さそうですね。結構売れてるんですね。で注目すべきはですね、まあ、ポルシェ売れてるなっていうのはまあそこまでなんですけど、注目すべきなのは本国ね、ポルシェドイツの車なんで、本国のドイツでは1万5299万台売れてるんですって。この11万7963台のうちね、でヨーロッパ全体では4万646万台ということで、まあ、あのこれぐらい売れてますよと。では最も、ね、売れてる市場はどこでしょうかと、わかりますかね。答えはですねちょっと考えてもらえますか皆さん、答えは、中国なんですね。日本ではなく中国だったんですね。で日本でももちろん、ね、911とかすごい売れてるんですけども、答えは中国で3万440台ということで、中国市場がねポルシェやたら売れてるというところで、ポルシェもかなり中国方面、頑張ってあの力かけてるようです。で車種別ではですねやっぱこの SUV が人気あるんですね。 SUV のマカンが4万5086台ということで、結構牽引してますね、まあ、やっぱりそのカイエンじゃなくてマカンというあたりがやはりそのお値段的にも、ね、マカンの方がちょっと安くなっているのでその辺が人気なのかなと。もちろん911のシリーズも、ね、すごく不動の人気がありまして、こちらは1万8579台ということでした。最後のニュースになります。こんなニュースもありました。でトヨタの、ね、カローラが、ね、生誕50周年ということ で、 です、ね、特別仕様を出してきました ね、 このですねカローラって50年になるんですね。すごいですね。カローラ握手にこの生誕50年を記念して特別仕様車の中で、ね、ゴーマルリミテッドっていうのが出たハイブリッドの、ね、当てまして、こちらが、ね、9月1日からあの500台限定で発売するそうです。あの発表当時カローラの50年前に、ね、デビュー当時のこう形というか、ね、そのシートとかで、ね、赤かったんですって。でそのようなそのシートカラーが赤かったりとかっていうような形 の、 この当時を彷彿させるような、特別仕様車ということで、あの写真がね50年前のカローラと今のカローラが並んで写っててね、なんか時代の流れを感じますし、カローラってその本当大衆車で、あのここまでその50年間、私まあ50歳じゃないですけど、まあ、結構近い40ちょっとなので、あのカローラと共にじゃないですけども、カローラ世代の方々にはすごくねこう感慨深いものだったのかなと思います。この、ね、カローラってね由来なんですけど、ちょっとここで調べたら花冠っていう意味で花の冠っていう意味あの字書くんですけど、花の中のね最も美しい部分の花びらの集合体っていうところで、まあ、そういった意味があってねカローラって作ったんだなっていうので、この人を目を引いたり美しいスタイルの、まあ、ハイコンパクトカーっていうのがイメージして名付けられたそうです。カローラもね50歳ということで、これからもあの日本をね代表する名車として頑張ってほしいなと思います。以上今週の自動車のニュースでした。車大好き僕のラジオ、ここからはですね昨今の車事情から、まあ、私が好き勝手にねちょっと喋らせていただこうかなと、自由気ままなコーナーとしてねちょっと喋らせていただこうかなと思います。まずあの天才卵ね、エスティマ、これなんで天才卵っていうかというと、エスティマが最初にねデビューした時に、ね、そんなキャッチコピーだったんですね。横から見たらこう卵みたいな形してるからこう天才卵みたいな感じでこう CM してたんですけど、このエスティマが10年ぶりにマイナーチェンジしましたね。でこのマイナーチェンジして結構なんか人気出てるみたいなね。で次期フリードね、ホンダの方の車もこれもねかなり注目浴びてまして、まだね売られてないんですけども、ウェブでねデザインが公開されたりなんかしてかなりこの期待度が増してきてますと。でこれが出てくると、フリード出てくるとシエンタがね今すごく人気高くてね、納車すごい待ちみたいな、なんか話に聞いたら4ヶ月待ちだとかっていう話も、これちょっと信憑性わかんないんですけど、それぐらい待つみたいなこともあるらしくて、シエンタの人気もねこの1回フリード出るとやや収まるかなというので、このフリードが出てくる前にシエンタどれだけ売れるかっていうのがこうトヨタの、ね、こうポイントなのかなっていう感じもします。でこのノアボクシーね、あとエスクファイアのこの、ね、3兄弟、このラインもですけども、
あとミニバンシリーズステップワゴン、あとはこのセレナではね、ガジョクはこの崩せないっていう感じだったんですけども、ここに来てセレナがね、もうフルモデルチェンジをして、プロパイロットっていうこうね、自動運転機能をね、本気でやるぞというところで、日本車初ね、で、この出てきますんで、でこの意気込みはすごい感じますよね。で通常このね、目玉機能でこのプロパイロットなんてこういうね、大きな機能っていうのは最上位機種からこう順次ラインナップ展開していくんですね。例えばミニバンで言うと日産だとエルグランドからこう順次提供を開始していくんですけども、あの今となっては普通になっちゃったかもしれませんが、あの以前ね、こうアラウンドビューモニターっていうのありましたよね。あのこれなんかエルグランドがね、市販車初でしたよね。そこからこうアランドビューモニターどんどん展開してたんですけども、今回もね、できればエルグランドから行きたかったのかどうかはちょっとメーカー側にね、気持ち聞かないと分かりませんけども、この目玉機能をね、セレナからやるぞというところは、こうセレナの本気度がね、感じられますよね。このやっぱり目玉機能が太刀打ちができないっていうところがあるので、まあ、この目玉機能をくっつけて、まあ、セレナのあの形のかっこよさといくと、ノアボクシーはおそらく崩れるんじゃないかなと。あとはもうメーカーに対するこうブランド力といいますか、あとはコスト、お金がね、どれぐらいかかるのかなというところにもよるんでしょうけども、ノアボクシーの情勢も崩れていくのかなと。この辺がね、まあ、本当に見どころかなと、サイトの見どころなので、8月以降、まあ、8月末販売らしいので、9月ぐらいからですね、情勢変わってくるのかなというので、この辺見どころかなと思います。あとこのまあ目玉機能という話をしますとね、新車を出すときにただ単にね、格好だけ良くなっても消費者とか一般ユーザーというのは食いつかないわけです。まあ、食いつかないというか、食いついてるんですけど売れないんですね。あの男の人は外観がかっこよくなったらですね、まあ、それだけで多分買っちゃうんですよ。なんでかというと、かっこいいから。あのもう理由ないですよね。もうかっこいいくなったら、わ、かっこいいぜってなったらもう欲しいしね、あの買っちゃうんですけども、女性の場合ってのはもっと実用面でですね、なんだかんだ燃費を気にしたりとか、あのやっぱりあの家庭の、ね、家計を担ったりとかするもんですから、あの女性の場合は実用面、燃費っていうのは本当家計に直結しますんでね、まあ、燃費向上ですとかね、ハイブリッド車なんかはやっぱり人気でですね、これでも何はなくともハイブリッドがないと今車としては売れない、こういう時代の流れになってるんですね。でそれ一番重要なのが、大体の家庭においてお財布事情っていうのが奥さんが握ってらっしゃることが多いんですね。つまり奥さんの機嫌なり同意が得られないと車が買えないわけですよね。そうなってくると、まあ、メーカー側もその女性目線の視点を入れてきて、やっぱ燃費がいい車とか、作っていかないと売れなくなっちゃってるんで、男性のね、形だけかっこよくなったから買おうぜっていうのはなかなか難しくなってきてる。なので目玉機能、今回だとこの自動運転ですとかっていうのがやっぱ必要になってくるわけですね。この目玉機能の話ちょっとね、ずれちゃって戻りますけども、長くフルモデルチェンジしてない車の一つにですね、レクサスの LS がありますね。レクサスのフラッグシップモデルですね、まあ、最上級ってことですね。この次期 LS、 次の LS なんですけど、こちらの開発ではですね、まあ、あのクラスのセダンですよ。まあ、一番安いモデルでも900万とか1000万近くしますよね。いいやつね、あの F スポーツとかだとまあ1200万ぐらいするんですけど、このクラスの車でですね、普通にモデルチェンジしてもですね、もう今更もベンツの S クラスとか BMW 7シリーズにはちょっと打ち落とせないんですね。もうとにかく目玉機能がないと打ち落とせないわけで、単にその VIP 系の車が好きとかね、 LS が大好きだっていう人は、まあ、もちろんモデルチェンジしただけで買うんでしょうけども、新型がね、出るってだけであの買う人っていうのは本当によっぽどね、お金に余裕がある人か、毎回のファンで買う人じゃないとね、いないのかなと。で日本においてそのやっぱり1200万っていう額を払うんであれば、もっと人にね、一目置かれるような車がいいかなっていうので、LS 買うよりはベンツ、 BMW っていうのを買う人がね、やっぱり、ね、セダンの中ではね、多くなってしまうので、このあたりはその気持ちは分かるなと思うんですけど、やっぱり目玉機能がないと、売れないかなと。ただ私的に単本当に私の個人的な意見ですけども、物の価値ですとか、まあ、実際のその耐久性とかね、実用面なんてを考えると、もう間違いなく LS を買った方がね、あのお得だというか、あのよく整備も行き届いてるし、あのそういったサービスも、ね、充実してるので、あの柳瀬とかで買うよりは、あのレクサスショップで LS を買った方がかなり実用面というか大事にしてもらえると思いますね。柳瀬なんかであのベンツ買ってもね、すごいお客さんいるから、あのよっぽど何台も買ってないと大事に扱われないですけど、レクサスだったら1台買ってくれるだけでもうかなりお客さんとしてね、顧客として大事にしてもらえますんで、そのあたりもあの考えて買った方が、あの後々の、ね、車のライフワーク楽しめるのかもしれませんね。あと ライフスタイルと言いますとですね、ちょっと話いろいろ飛んできますけども、こう例えばね、 DJ ね、あのラジオ番組の DJ やってますよなんていう、こうある程度ね、そのおしゃれな感じを出さなきゃいけない方々っていうのは、このファッション性が問われちゃうんでね、あの車選びも大変なんですよ。まあ、雑誌の編集者さんとか、こうなんていうかな、こう
男性雑誌のねスーツの雑誌とか作ってる人なんかはやっぱり結構かっこいい車乗んなきゃいけないわけですよ。で女性の DJ とかね、まあ、ファッションにも敏感で、あの流行にも敏感よみたいなのを出さなきゃいけないこう職業柄っていうんですかね、これやっぱりマツダの車じゃダメなわけですよね。そこはやっぱ古くてもアルファロメオに乗らないといけないんです。でマツダ車っていうのはね、あのちょっとマツダ車を引き合いに出してしまったのはちょっと申し訳なかったんですけど、なんでマツダ車を出したかっていうと、あの日本の中ではねマツダってすごく色とかねデザインすごくこだわってて、デザインもすごいあの世界で賞を取ってますよね。なのですごくおしゃれを意識してるなっていうところで今引き合いに出したんですけども、あのやっぱりそのマツダ車じゃなくてアルファロメオ、まあ、イタリアの車だというところで、そのなんていうかな、やっぱ外国の車を選ばなきゃいけない職種とか業界もあるわけで、まあ、このあたりその自分のそのなんていうかな、人からねおしゃれを意識しなきゃいけないとか、人から見られてるのを考えなきゃいけない職業の方がアルファロメオを選ぶっていうのは、あのすごくね車選びとしては上手ですね。あのイタリアでね、本国のアルファロメオってイタリアの車なんですけども、日本ではそこそこチヤホヤされてますけど、本国では、まあ、一部のねスパイダーとかそのすごいモデルがあるんですけど、それ以外は大衆車ですね。あのヨーロッパなんかでいうと結構ボロボロで走ってますよね。それが日本に持ってくると結構化けちゃうわけで、まあ、同じようにマツダの車も向こうに行くとやっぱ外車で、あのすごくデザインが良くてね、あのニアータなんてすごい売れたりしてますよね。なのでこのあたりはその本国での扱いとかも知らないと、ちょっとね、あのアルファロメオ乗ってんのよなんていう形でなるとちょっとね残念なことになってしまいますので、その辺はこの車の事情をよく分かってた方がいいかなとは気はしますね。あとそのマツダだとね、その赤いのワインレッドの車ありますよね。なんかタクミレッドっていうレッドの中でもいくつかあのバリエーションあってオプションで選べるんですよね。いい色があって高いんですけども、まあ、こういった車がまあ CX3 とか CX5 アテンダーなんかにありまして、まあ、すごくおしゃれな車ですよね。というのでこのあたりその今職業柄で車選びをちょっとお話ししてきたんですけども、あの人の目を気にしたり、ね、ファッション性をね、ファッションを気にしなきゃいけないっていう時は、あ、まあ、アルファロメオを選んでおけば日本ではまあいいんじゃないかなっていう気がしています。まあ、話ずれたんでね、すごく大幅にずれたんで戻って LS の話になってきましたけども、次期 LS はまあ2017年頃に、ね、フルモデルチェンジ予定ということで、ようやく、ね、大きくフルモデルチェンジしてきますね。まあ、LS っていうとそのトヨタから、ね、セルシオが消えてね、かれこれ、ね、今年で10年なんですよ。2006年5月で LS に、ね、統合されたので、まあ、本当に丸々10年が経過してですね、いなくなってしまったんですけど、ということはその街でね見る、まだ街ですごいセルシオって見ますよね。なので、まあ、セルシオを、ね、街で見た時っていうのはみんな全部、ね、10年選手、10年落ちの車ということで、まあ、10年落ちの車がよく、ね、あそこまでいっぱいたくさん走ってるなっていうので、やっぱり一部人気がすごくね、ビップカー好きの人には人気がありますし、まあ、偉大な存在だったのかなって気がして、まあ、中古市場でもねまだ結構値段高いですから、あのそこそこ10年落ちの車でね、あの値段が残ってるっていうのはなかなかないと思いますので、やっぱ人気の表れなのかなって気がします。でこの、ね、セルシオっていう車と、ね、LS っていうのはね、まあ、もちろんこれは有名なんでご存知だと思うんですけども、もともと米国でレクサスが展開してたのが LS400 っていう車ね。まだねそのレクサスが成功してない時、アメリカでこう奮闘してアメリカでレクサスブランドを作るぞってやってた時の、切り札が LS400 という車で、この LS400 という車を日本で販売するときに、まあ、LS400 を持ってきて日本名をセルシオにしたんですね。なので LS という車とセルシオというのは同じ車なんです。でただ当時はまだそのレクサスが日本になかったんですね。レクサスブランドは日本で展開してなかったのでトヨタではセルシオを売って、あの米国とかでは LS って形で売ってたんですけども、トヨタの、ね、販売戦略変わって国内、ね、日本国内でもレクサスの販売をしようとい う, こう、ね、決まった時に LS が持ってくるし、トヨタではセルシオを売ってると同じ車の、ね、名前が違う車が売られちゃうことになるので被っちゃうので、ブランド統一しましょうねっていうことで販売店統一しましょうということで LS に統合してトヨタからセルシオがなくなってしまいましたと、まあ、そういう流れでしたね。で私もその当時、ね、そのセルシオは10後期と30後期と乗り継ぎました。まあ、その間でいろいろオフ会にも参加しましたし、まあ、札幌では、ね、4、5回私主催で、オフ会もさせていただきました。いろんな人に来ていただいてね、すごく楽しい時間を過ごせたりですね、私はその時は、まあ、ドレスアップカーコンテストなんかのね、あの携帯サイトですとかドリフトのイベントなんかもあの携わってましたんで、あのちょこちょこ車のイベントに、ね、顔を出したりとかして、まあ、いろんなその車 をこう介した人の付き合い方なんてのをやってたんですけど、今はね全ては凍結というか、まあ、やめてしまったので、ね、まあ、一切そういうお付き合いがなくなっちゃったんですけども、車とね共にこう人といろんな付き合いをするっていうのも、まあ、そういう時期もあってね楽しかったですね。でちょっとまたね
話がずれちゃいますが、 LS の話に戻りまくると、まあ、脱線しまくりですけども、元に戻してね、次期 LS の試乗命題、まあ、LS の目玉機能っていうとですね、やっぱ世間はあっと言わせなければいけないんですよ。そうしないとね、もうね、車が売れなくなっちゃうんで、でここへ来てもね、あっと言わせる機能っていうのもね、テクノロジーの進化でなかなかないんですけども、やるのはもう FCV しかないんですね。 FCV 燃料電池車ですね。未来等ですでに市販車出てますけども、高級セダンではね、まだね、先人がいないんですよ。 FCV 化っていうのが、ここはね、もう新しい LS には外せないんじゃないかなと。 FCV なので値段は結構そこそこ上がってくると思いますけど、もともとプレミアムのね、ある車なんで、 FCV は多分1500万2000万クラスになっちゃうかなと思うんですけど、ここでね、燃料電池車を、セダン初で搭載してくると、ベンツとか BMW とかにも、勝てる車になるんじゃないかなと、興味がね、湧く車になるんじゃないかなと思います。で、以前この番組でお伝えしましたけども、今回この FCV っていうのはね、セダンではちょっとね、まだやったことがないんですけど、前にもそんなやったことないことっていうとですね、昔はその大型のセダンで 4WD って無理だって言われてたんですよ。なんでかというと、車体がでかくなるのでね、このシャフトとかがね、やっぱ 4WD のこう駆動に耐えれなかったりとか、4駆そもそも設計する上で無理だと、5メートル超で4駆なんて無理だって言われてたのが、まあ、つい30年ぐらい前とかで全然無理だったんですよ。 4WD ができる車って本当ちっちゃいコンパクトカーとかね、スバルのレオーネとか、ああいう時だったんですけど、今では別に普通に LS600 とかって4駆ですよね。しかもフルタイムで4駆なので、しかもランボルギーニなんか4駆ですよね、今なんて。なので、その5メーター超えで4駆の車っていうのが今普通な時代になってしまったんですね。で、私の記憶では、その V8 アウディがその常識セダンの中で4駆をすごく一気に進めてきた車で、この V8 アウディが出てきた時にすごくびっくりしましたね。ついにこのサイズで4駆出るんだと、あんなに無理だって言われてたのに、普通のこんな大きい車で4駆出るんだなっていうのはすごくね、びっくりしたし、感動しましたね。私は育ちがその北国なもので、冬っていうのがその 4WD が圧倒的に強いっていう、すごいね、それ身をもって知ってたんですね。その子供の時にね、車のこう雪かき、車ね、子供は車の雪かき手伝うんですけどね、今ほど除雪の技術もなかったりね、当時やっぱ雪も多かったんでね、車がすごくね、埋まるんですね。道路は輪立ちだらけだし、車も駐車場でね、埋まっててね、スキーのナイターなんかに行くとですね、市民スキー場ですよ、札幌には藻岩山のね、市民スキー場っていうのがあるんですけど、市民がね、楽しめるスキー場なんですけども、夜はね、4WD じゃなきゃ入っちゃダメですって言われるんですよ。で、そんなバカなことあるかって言われるかもしれませんが、4WD じゃないとね、坂なんで途中で登れなくなるんですね。なので、下のところで、ね、係員さんがいて、4個じゃないとちょっと難しいですねって断られるんですよ。で、断られる側もそこでね、ギャーギャー言わないんですよ。なんでかっていうと、俺の車登れないなって分かるからね、4個じゃなかったら諦めてたんですよね。でも今っていうのは、その除雪も上手になったし、あと砂も巻かれてるんで、だいぶその普通の車でも登れるようになってきたんですけど、今4駆も多いんでね、今そういうことなくなりましたけども、本当に4駆がね、埋まらないというか、4駆の強さっていうのを身をもってね、知ってる世代なので、だって一晩の雪が 2,30 センチ降ってね、車が埋もっちゃって駐車場から出てこれないっていうのがこうザラにあったんですけど、4駆の車はね、ちょっと払ったら出てくるんですね。雪のね、もうすごい埋まってる中から出てくる姿を見て、子供ながらにね、 4WD ってすごいんだなと、畏敬の念とでも言うんでしょうかね、そういうのを感じたことがあるので、これ4駆っていうのは本当にね、今ほどこんなにですね、広まるなんて思ってなかったので、 4WD のね、この快挙というように FCV っていうのも、まあ、あと30年もしたらザラに走ってるんでしょうね、きっと。まあ、そういった感じを受けました。ちょっといろいろいっぱい話してきましたが、最近の車事情からね、私がいろいろ感じていることを一気に語ってみました。楽しかったです。皆さんは、ちょっといろいろ話聞いちゃしちゃったので、まとまってなかったかもしれませんが、どんな感想を持ったかなというのを聞かせていただけたらと思います。以上、今日は私がつれづれと語ってみました。はい、それではエンディングになります。今日はちょっと真ん中の、ね、コーナーでつれづれなるままにお話しさせていただいたので、ちょっと長くなってしまいましたけれども、次回からね、もうちょっとまたコンパクトにね、していきたいと思います。明日がちょっと休みなもので、ちょっとね、調子に乗っていっぱい喋りすぎてしまいました。明日ね、海の日ということで、いよいよ本当に夏本番ですよね。梅雨明けですけども、もう九州の方そろそろですかね、もう時間の問題ですよね。例年だとの近畿、東海、関東甲信なんかも、その7月21日ぐらいが梅雨明けということで、本当にもうわずかのところまでやってきました。北海道にはね、梅雨はないんですけども、
私東京生まれなものですから、大学4年間も、ね、東京行ってたので、就職してからも何年か行ってたので、関東と、ね、関西住んでたことがありますので、梅雨の、ね、ジメジメした大変さっていうのは、よく分かっているつもりなので、本当に皆さん、よく頑張りましたというか、お疲れ様でした梅雨ということで、早く、ね、梅雨明けしてほしいなと思います。あと夏というとですね、財布の紐が、ね、緩くなりますよね。財布の紐が、これは本当の話でして、だってもう暑いもんということでですね、すごくこう財布の紐がね、緩みやすいのかなと。だってアイス買うにしてもね、もうだってこれ本当に必要かな、今アイスいるのかな俺みたいな考えないですね。もう暑いからもう買うしかないですもんね。だってもういいじゃん夏なんだからみたいな、そういうねセリフが流行ったね、ドラマの主人公もありましたけども、本当に夏ってね、その財布の紐が緩むのでね、皆さん適度にご注意を、していただけたらなと思います。以前その私はその例えばね 2,3 万円あったら、すぐに車関連のパーツやら部品買ってましたね。それこそ量販店に行って、すごいね高いワックス買ったりとかね、コーティング剤買ったりね、車載グッズ買ったりなんかね、 LED バルブ入れたりなんかしてましたね。あと HID なんかもね、今寄せばいいのに、なぜか HID ってベロフだろうと、ベロフに憧れて、中国製ならね、1万円ぐらいで HID のフルキット揃うのにね、10万円ぐらい出してね、ベロフの HID 買って、車につけてなんか浸ってましたね。そんなこともありまして、ただ今はね、その車にお金を使うことっていうのがほとんどないですね。ガソリン代と、あとは月に2回ぐらいそのタイヤスプレーね、ノータッチね、クリーンビューだったかな、が出してた。タイヤね、タイヤスプレーかけるとタイヤが真っ黒になってね、すごく車綺麗に見えるんですよね。なんでもタイヤスプレー買うぐらいかなってところで、ほとんどね、車にお金使ってません。今結構ね車とは距離取っちゃったんですけれども、そのうちね復活したいなというか、車とね密にまた付き合えたらなと思っています。まずはセンチュリーかな、運転さん付きがいいですね。そんな形でね、車プラス運転さんにお金使えるようになりたいと思っています。今週も聞いていただきまして誠にありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。